やったのはうちなのに。おめえらは猫飼ってるかも。お前が全部食えよ。牛肉。いえ。あいつは処さねばならん。テーブルに置くな。ごめん出ちゃったか。ひとまず謝ってもらっていいかな。ああ。そうだったんだ。今まで。ありがとう。思います。このゲーム、たこ焼きをね、うん、みんなで焼いて食べるゲームなんだけど、誰が生き残るかみたいなゲームっぽいんだよね。仲良くつつく回じゃないんですか。ガチデスゲームってこと、うん、そうだね、生き残りたいよねみんなね。もう始まってるね。もうサバイバルは始まってるのです。待って待って、スバルまだ入れてない。しかしこのゲームは今日フリゲー。こんなに焦ったところで意味…たこ焼きがない。食べるの、ここ、ね、美味しい、美味しい。あ、ちょっと、ふわっとはね。おい、こらー、ふー入れさせろ、くー。スバコだと栄養が。いや、なんか真っ黒なたこ焼きあるぞ。おい、おい、おい、こっち、いらん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 。たこ焼きプロだから片手でスクワットしながらたこ焼いてる。片手でスクワットってどういう意味だよ。ねえ、ライリちょっとチョコボールみたいになってる。ちょっとやめてよこれ。たこ焼き転がすなよ。ぐなしたこ焼き、おい、ぐなしたこ焼き作んなって。これはいかにね、他人にぐなしを食べさせるかってゲームなんだよ。これはね、ギョフリゲーです。マジモンのデスゲームやんと言われて思ってます。終わってるたこ焼き屋してるやつがいる、こんな感じ。ぐなしばっかなんだけど。ぐなしちょっと、ね、おい、テーブルに置くなってやめてよ。ミオシャのチーム、うちじゃないってば。ここは結構いい感じじゃん、栄養が。マジいい感じやん。これ、いらんたこ焼きとはに押し付けた方がいいぞ、みんな。スバルちゃん、ぐなしばっかなんだけど。あっ、あー何こいつ。今、スバルちゃんのことロックオンしましたね。やだね、黒焦げばっかだよ。いらねえ、黒焦げ。いらねえ、マジで。これ何これ。あ、グラッチばっかね。たこ焼きへの感謝が足りねえよ。うまい、うまい。俺はできない。キュウリ投げ込んできてるやつ。誰、キュウリ投げ込んできてるやつ。たこ焼きを食べるのが一番いいぞ、これ。おい、ふざけんなよ。コスパマックス。でもだ、トアから一番近いこのトアのところから。ねえ、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 圧倒的恐怖。みんな焼き上がるよ、トアラインが。トアライン、高度な資金にして。みんなトアラインが焼き上がったよ、トアラインが。トアライン、お前が食いな。やだ。キュウリ入れたことがバレてんだ。どうやねん、タコ食べて栄養失調ってどういうことやねん。こんな焦げ焦げばっかだ、焦げ焦げばっか。ちょっとー、ねえ、やめてね。でも、なんでゲームの必勝法分かった。今、左手でスペースを長押し連打しながら右手で取る。何、どこ。気持ち悪い、気持ち悪い。こんなガチのやつタコパスたくなる。たこ焼きパーティーのガチじゃないやつを言う。すごいんだけど、もうなんかちょっと具だけ焼くなんて。何やってんだお前。おい、スバル今見ているぞ。違う違う違う、今トア見たわよ。なんか怖い、全てあげる。悪霊みたいなこと言ってる。見たわよ、見たわよ。何人連続で具だけを食わされてる。誰とここに人狼がいる。怖い。おかゆが具だしを量産するらしいぞ。あいつの工場止めろ。生産停止にしろ、生産停止。そんなひどいことしないでよ。おい、私の方に、うちの方にコロ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 やるな。クラリンとこ持ってくんだって。ぐなしを作ったやつが先輩だな。ぐなしなんてうちは作ってないよ。作ってないか。クラリン作ってないな。やばい、死んじゃう、死んじゃう。バイバイ。罰を受けろ、ネコバタンス。なんでそんな証拠ないじゃん、証拠が。お前はぐなしを間違えた。理解した。
ました。この牛肉は右に入れる。とあの皿のキープにする。つまりこれです。あー！取られてる！取られてる！トラさん、ドアから向かって左側は全部肉です。狙い目、狙い目。何そのゲージ。大変なことだってモテるやん、ミオちゃんだけ。自信とタンパク質がないから、肉とタコを渡さなければミオちゃんは死ぬ。死んじゃおう。お前死ぬのか？死んでしまうのか？山の神様降りてきた。山神様が協力するぞ。やめろって。お前が選んだたこ焼きじゃない。悪く言わないの。たこ焼きはたこ焼きでしょうが。じゃあお前が全部食えよ。わあー、くなしを食っちまった。お前死ぬのか。死にたくない、死にたくない、神様死にたくないよ。牛肉情緒が情緒おかしくなってる。エネルギーそんな少ない。お前まさか食ってない。もしかしてこいつ自分が食わずに人の妨害ばかり。邪魔ばっかしてるってこと。絶対的な悪が発見する。違う、常にスクワットしてるんだよ。みんな分かったか。絶対的な悪が誰かってこと。あいつは処さねばならん。食っとけよ、グナシオよ。コパするとき、あの最後にもう一回オリーブオイルかなんかかけるんだよね。オイオリーブね。そう、オイオリーブ、オイオリーブ。ホロライブはオイオリーブ文化ある。ない、ある、そのイメージある。誰がやり始めたんだそれ。え、誰だろう。ココちゃんとかじゃないっけ。確かにココちゃんちやってたかも。なんかココちゃんから発祥した文化な気がするな。石よりはもうポイってすることにした。バルも捨ててる。これ争いの原因になるから。争いの原因まで分かっちゃったの、この30分で。ラブ&ピースですよ、世の中。争うことやめましたか、トワさん。やめました。なるほど、ね、見にくいから。そうだよね。ただただ約配信になった。まあでもここで配信者っぽくしてほしいっていうのであればもうやっちゃいますけど。おい、争いが見たいんだろみんな。おい、誰やねこれ。キュウリで争いやめたんじゃねえのお前。トワそろそろ1週間らしいよ。マジすごい。1週間たこ焼きで1週間生きれる。お前ずっとここ座ってんのマジで。やば。命を捉えさせたい。え、なんてこと言う。悪の根源する。何、悪の根源する。何のお誘いな。うわ、めっちゃ生きてる。ミオちゃんなんて言うて4日やで。まあ、確かにそうだけどさ、ヘイトをそらしている。いやいや、そんなことないでしょ。仲良く生き残りましょうよ。どうしてたこ焼きで争うんですか。ほんとに見にくい。やっちゃう。やっちゃいますか。お前これだぞ、お前これが全部。あね、ミオちゃん見にくい人がどうだよ。どうだよ。マジで。見にくいゲームだな。そうやってやろうと言って自分の意見を言わないでそうやって人に従っちゃうんだ。何やねんこのたこ焼きマジ。でもすぐ従っちゃう。スバルちゃん可愛いよね。あ、褒められると弱いな。今のどうしようにしたらよかったね。スバルちゃんもまだまだってことだな。いや、まずいよ。じゃあそんなおかゆかわいいねって言われたらどうすんの。いや、ありがとうでいいんじゃない。ありがとうって言っときなよ。これがするためのアメちゃんのやつたちがバトルだと思い込んでバトっただけってこと。なるほどね。見にくいね。皆さんが気づくまでに40分かかりましたって言われてる。ねえ、見にくいって言いながらスバルちゃんが人の宅に。いや、これはちょっとドアです。ドアじゃないよ。ドアだったよ最初。まあ別にさ、犯人探しはもう。そうだそうだ、犯人探しなんてやめよう。あ、スバル、もう探すのやめよう。おい探すの。おいおい、何やってたよお前。激すぎる。激しい。激しいって言ったな。何。おい、先生見にくい人いますよ。幼稚園がこれいじめですよね先生。待って、黙々と黙ってタコ焼いてるやつ怪しくね。生きようとすること自体が罪。誰キュウリいるのよ。キュウリもいいだろ、感謝使っていけ。キュウリアンチ。キュウリ誰もひっくり返してもらえない、かわいそう。ミオちゃんにキュウリあげる。ありがとう。ミオちゃんにキュウリあげるね。いやありがとう。何でもよかった。ミオちゃん、じゃあこの空のたこ焼きもあげるね。空のたこ焼きはいらねえよ。え、誰の声。スバル。猫かと思った。ね、なんか定期的にさ、スバルの声猫かと思ったって言われるんだけど、それ褒められてる。褒められてない。喧嘩してる猫の声に似てた。なーおー。猫飼ってねえからわからねえよ。おめえらは猫飼ってるかもしれねえけどな。おめえらは猫飼ってるかもしれねえけどな。
誇張誇張定期的に言ってんだけどさ、なんでおかゆの誇張が許されてスバルの森が許されてんだよ。おかゆの誇張やべえからマジで。今の猫の真似だよ。猫の真似。猫喋らねえだろ。おかゆ自体が猫だから許されるんじゃない、やっぱり、猫かわいいみたいな。人間大変だね。メニューエスケープ、なんかノイジーだ。モンスター来た。通常アイドルやってんですけど、スバルこのライブで。モンスターだの、ボルデモートだのさ。なんか今スバルちゃんがトアの魚振ろうとしてきてる。ね、違うかよ。華々しいけどちょっとね。ダメでしょ、人のたこ焼きだったら。被害妄想です、この人の。被害妄想届けが出てます、ミオさん。でももしかしたら妄想じゃない可能性も追わないといけないですよね、いやいやこちらとしては。違うそうマジで。ミオさんはすごい平等に。このゲームは魚振るのが一番だって。もうめんどくせえ女だよ。もう泣き方が歌うまい感出てるもん。もうビブラート入ってるね。あ、ごめん出ちゃったかな今。そう置いてないのに人のとこに置くんだ。置いてた。ミオちゃんこれ被害妄想かな。今無言で焼いてるやつがいますよ。猫バカ。お前か。ひどいよスバル、やったのはうちなのに。お前だよ。ねえ、もう何も信用できない。ひとまず謝ってもらっていいかな。ひとまず謝ってほしいよ。もう入んないよ、パンパンや。うまい煉獄さん、うまい。スバルたち一生煉獄さんの真似やってた。確かに赤だもいるから、赤だもん。しかもここで死ぬかもしれない。今までありがとう。宇宙人みたいな。ありがとう。すんごい鼻声だ。はい、というわけでじゃあ最後おつねモスで締めますよ。せーの、おつね。